こんにちは。あの、サンジさんを見かけませんでしたか？そうですか。いえ、それならいいんです。敵の侵入だ。数は少数、数名の戦士がメガドスの襲撃を受けた。各自警戒を怠るな。私は大丈夫です。行ってください。こちらは大丈夫だ。現状被害報告は少ない。しかし、おかしい。何がだ、ライト。このベースキャンプは異世界アンブラスの中にあって、外部からは観測できないはず。言いにくいのですが、これは何者かが敵をこのベースキャンプへ手引きしたとしか思えない。長官、敵を手引きした者がいるとしたら、それは。長官、侵入したベノムズは片付けた。そうか、ご苦労だ。ただ、なんか変なんだよな。こいつら、ただ混乱させたいだけっつうか、逃げてばっかなんだ。逃げてばかり？もしかして。長官、すぐにベースキャンプ内の監視映像を確認してください。分かった。長官、このモニターに映し出されている場所は？そこは回収したコズミックキューブを一時的に保管している倉庫だ。なんてことだ。まさか彼が。みんな無事で何よりだ。侵入したベノムズは撃退できた。しかし、回収したコズミックキューブは敵の手に渡ってしまった。サンジ！敵はサンジの手引きによってベースキャンプに侵入したと思われます。そんなの嘘だ。落ち着け、ルフィ。監視映像が改ざんされた形跡はない。これは紛れもない事実だ。どうして？はじめはアンジェラが持っていた黒い本を奪いにやってきたと思ったんだが、敵の狙いはコズミックキューブにあった。いずれにせよ、みんなにはサンジの捜索とコズミックキューブ奪還に当たってもらいたい。それが賢明でしょう。サンジは俺が必ず見つけ出す。